アニメ化。時は宇宙世紀 0088、第一次ネオジオン構想時。純粋なジオンではない技術。ある男の提言を取り入れたアクシズの新型可変機は、あまりにも報われぬ窮地を迎えようとしていた。型式番号、AMX-107。テレビアニメ、ガンダムダブルゼータが初出。地球圏掌握のために本格的に動き始めた。アクシズ改めネオジオンは、様々な新型機の開発を進める一方で、グリプス戦役時に大きな発展を遂げてきた可変機に関しては、他の陣営よりも技術が遅れている状況であった。しかし、政治的な黒い取引や、アナハイムエレクトロニクスや英雄語からネオジオンに復帰してきた、技術者たちの協力により、足りなかった技術を十分に満たした、新型の分離可変機の開発が進むことになったという。それが8年越しの苦難を歩むことになる機体、バウである。パイロットは一説ではザビ家の血縁者と言われており、後にネオジオンの内乱を引き起こす人物であるが、バウに乗っていた当時は一目惚れした女性を追いかけては、大きな弱点を持ってしまう男、グレミートと、本機は一説ではネオジオンが各方面から仕入れた可変機の情報と、ゼータ計画の技術を導入して、ダブルゼータガンダムの対抗馬として作られた機体と言われており、その特徴として機体前面は技術流出が一目瞭然でわかるほどに、ゼータガンダムと似ている部分が多く、装甲にはガンダリウム合金が使われ、バックパックはモビルアーマー形態時に主翼となる、フレキシブルウィングバインダーと、プロペラントタンクが付けられているほか、状況に応じて射出しては遠隔操作が可能なものになっており、頭部はバーザムのトサカに近いものを持った形状になっている。推進系に関してはバックパックに4機、両前腕部に合計8機、胸部側面に合計4機、背面の左右に合計2機、おそらくフロントアーマーに合計2機、リアアーマー裏に2機と股間部に1機、両すね裏に合計2機のスラスターに加え、姿勢制御バーニアは両すね側面に合計4機、両肩部端に合計4機、そしてバックパック裏にも2機と、大小含めて約35機が付けられており、背面のバインダーの恩恵も含めて、高い空間戦能力を持っているようである。そして本機はゼータガンダムの設計を取り入れつつも、ダブルゼータガンダムに対抗するという意図もあってか、分離合体を取り入れた可変機構を採用しており、腰部から分離した上半身がバウアタッカー、下半身がバウナッターという飛行形態になる。本来ならここでダブルゼータのように、それぞれパイロットが乗り込んで、2機の戦闘機としても運用できるというのが良かったのかもしれないが、この当時のアクシズは優秀なパイロットが少なかった背景もあって、最初に提案されたパイロット2名での運用コースは、現実的ではないと却下され、次に無線誘導で制御するという案が出たが、ミノフスキー粒子のことも考えて見送られた結果、客式のようにいっそのこと可変機構をなくし、士官用かつモビルスーツ形態のみで運用しようという話になっていたのである。しかしそこでグレミートとが、バウアタッカーの運動性は侮れないと待ったをかけ、さらに二人で運用できないなら、下半身のバウナッターは、戦術の無線制御案をあえて採用して、ミサイル化しようという話でまとめたのである。可変機のコスト事情を考えれば、これはこれでよく通ったなと思えるアイデアである。しかもこのバウナッターがなかなかの優れもので、ミノフスキー粒子下でも、分離後にある程度はバウアタッカーについてこれるようなのだが、無線制御の範囲から外れても、内部コンピューターが自己判断して引き続き飛ぶことができ、さらにはミサイルとしての射程範囲は 640km。あらかじめ目的地の座標入力は必須だと思われるが、射程距離がべらぼうなガンタンクが 240km から 260km として、その約 2.5 倍。東京から撃ったとして、おおよそ青森の北端から広島あたりの距離までが射程範囲という、とんでも爆弾になっている。ちなみに分離可変自体は、空と重力下のどちらでも可能であるようだ。また、本機はグレミー機の完成後に量産型も作られており、
そちらは劇中では分離可変は一切行われていないものの、ガンプラやゲーム媒体によれば分離合体も同様に可能であるなど、基本性能はほとんど同じであるようだ。武装に関してはゼータガンダムのものに似た。両前腕部外側のグレネードランチャー。内側に収納されたビームサーベルが2本に加え、シールドに内蔵されたメガ粒子砲。通常と連射のモード切り替えが可能なビームライフルがあるほか、バックパック側面のフレキシブルーイングバインダーには、三連装ミサイルが合計に着付けられている。ちなみにスペック表にはないが、劇中で一度だけ襟元の左右からバルカン砲を発射していたりする。そして本機はグレミー機として、彼が指揮する母艦であるミンドラに配備され、最初は人質確保のために出撃したり、元エンドラ隊のゴットン号に無断で使われては、結局ダブルゼータガンダムに右腕を切られて返却され、その修理中にビーチョーレグ、モンドアガケ、リーナアーシタの3人に奪われ、アクシズ内部で暴れるも途中で壊れて墜落するといった、主にひどい境遇であった。その後再びグレミーが乗り込んでからは、地球降下作戦時に受動アーシタが狩るゼータガンダムと刃を交え、その後も地上で何度もガンダムチームと交戦しては、負けず劣らずの実力を見せていたのだが、最後は百式を狩るビーチャの無慈悲な作戦で、グレミーの思い人である、ルールカが乗り込んだコアファイターを盾にされたために攻撃ができず、そのまま追い詰められてあっさり沈められてしまったのであった。しかし、その不遇の流れを断ち切らんとばかりに登場した量産型では、3機がガンダムチームと何度も交戦しては、連携を生かした戦術で大きく苦戦させ、LP プルが狩るガンダムマーク2を追い詰めたりと、最終的には隊長機以外は沈んでしまうことになるものの、終始強敵っぷりを発揮していたのである。そしてその後はガンダムダブルゼータでは、グレミー軍としてそのまま出撃する機体や、所属に合わせた色のものが登場したくらいであったのだが、量産型は他の媒体にも登場する機会が多く、ジョニー・ライデンの機関では、シャア・アズナブルが率いる新生ネオジオンの所属機が登場し、ガンダムユニコーン系の漫画2作品にも、ジオン系残党軍の機体として登場しているなど、こちらは修羅場に溢れた境遇でもあった。また、ガンダムユニコーンの時代は宇宙世紀 0096、バウの完成から8年後の世界になるのだが、この時代には袖付きによってカスタマイズされた仕様も登場しており、機体形状や色は量産型と共通している部分が多い一方で、サイドアーマーがマシンキャノン付きのものに変更され、バウの時にははっきりしていなかった。胸部バルカンも正式な装備になっており、シールドはメガ粒子砲がない防御重視のものに変更されたほか、ビームマシンガンといった、この時代に合わせた蛍光武装などを持った強化版になっている。さらに特筆すべきはバウナッターにもコクピットと、ミサイルも増設したことで、二人のパイロットで2機の戦闘機としても運用できる点で、バウの開発時において、真っ先に没になった仕様が8年の時を経てついに実現したのである。そしてこちらはラプラス事変の最終決戦で登場し、かっこよすぎる合体シーンを披露した後、リゼルを撃破するという、バウシリーズの中で最も熱い登場を果たし、その後ネールアーガマからの攻撃を、再分離して避けるまでは良かったのだが、結局分離したまま葬られるなど、実現を迎えた初期のコンセプトは、まるで蛍火のように短く輝いて終わることになったのであった。ちなみに同時代には本機の設計を活かして、新たにサイコミュによる分離可変制御を実現した、リバウも作られては外伝で運用されている。余談だが本機は岡本秀夫氏が、バーザムを分離可変機にしたイメージで作っていた。原型デザインを出渕豊氏に渡し、それを出渕氏がゼータガンダムを単眼にしたイメージで仕上げた結果、現在のバウのデザインになったらしい。また、完成までの過程で本機の名前もリエウジや、飛竜といった名前に変わっていったのだが、後者の名前がきっかけであったのか、竜と火の文字が一つになっている漢字を富野義行氏が、本機のフロントアーマーに書き加えていたらしく、名前もその文字の読みであるバウになっていったようである。今回の解説はこれで終了となります。
ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でお会いしましょう。